コーバリス・ベントン軍公共図書館はアメリカ合衆国オレゴン州コーバリスにある公共図書館。モットーは人々に情報を。首都軍が共同運営する図書館システムの一部であり、ある市、モンロー、フィロマスに文館があるほか移動図書館もある。当初の建物は1932年にピエトロ・ベルーシにより設計された。その後、 増築が1965年と1992年に行われた。この図書館の歴史は、トーマス・シー・マックリントック書、The Best Gift, The History of the c o s ベントン・カウンティ・パブリック・ライブラリーにまとめられている。変年、S ・アメリカン・パブリック・ライブラリー・レーティングスにより、対象人口に基づく全米の図書館充血に複数回選ばれている。ありがとうございます。